古文献に示されたプントへの道筋と、プント国の否定値プント国は、古代エジプトの貿易相手国の一つ。金、香料、アフリカンブラックウッド、黒炭、象毛、奴隷、野生動物などをエジプトに輸出していた。当時、プントは、神の国と呼ばれていた。プント国の正確な位置は不明である。エジプトの南東にあったとする学者が大勢であり、 ソマリア、ジブチ、エリトリア、スーダンなどに否定されている。アラビアにあったと主張する学者もいる。ハトシェプストを9年にプント国に遠征した兵士の絵。ハトシェプスト上層祭殿ハトシェプスト時代のプントの住居紀元前26世紀、エジプト第四王朝のクフ王の時代、プント国から黄金がもたらされたという記録がある。また、紀元前25世紀、 エジプト第5王朝のサフラー王はプント国との交易を行っており、持つ薬役と発金が輸入されている。ウナス王もプント交易を行っている。その後も、エジプト第6王朝もプント国の記録を残している。エジプト第11王朝のメンチュヘテプ3世の時代、ハンヌという人物がプント国への航海を計画しているが、実際に行ったのかどうかは不明である。この時代に、 エジプトから航海までの陸路の整備が行われている。エジプト第十二王朝のセンウセルト一世と時代のアメンエムハト二世は、プントに探検隊を送り込むことに成功している。エジプト第十二王朝時代にはナンパしたスイフの物語という物語が作られており、その中にプント国の詳細な描写が登場する。紀元前十五世紀のエジプト第十八王朝の ハトシェプスト女王は古代エジプトで、プントとの交易に最も熱心なファラオの一人だった。ハトシェプストは、カルナック神殿の埋葬品を調達するため、ヌビアの金を財源に、公開艦隊を作り、赤羽湾の採用エラートから、約500年ぶりとなるプントとの交易を行っていた。ハトシェプストの時代、プントからは、入港と持つ役がもたらされている。 ハトシェプスト女王総裁殿には5席の戦団による公開の記録がレリーフで残されている。そこには、ハトシェプストが公開責任者で大臣でもあるネシに、プントから宝物を奪い取るよう命じたかのような説明があり、エジプトに有利な不平等貿易だった様子が伺える。もっとも、ハトシェプスト女王総裁殿のレリーフには誇張もある。ネシが言ったのは単なる公易で、 大価として、製銅製品や送信具などが渡されており、その交易も、ハトシェプストの時代より昔から行われていたもので、あって、プントの王のネシを歓迎しているとする説もある。プントから輸出された島は、香料や黒炭のほかアフリカ各地から運ばれてきた、金、造毛、毛皮などだった。レリーフによれば、当時のプント王の名は、パラフ、王妃は、アティであった。 プントの住居は、高床式だった。当時のエジプト人にとって、プントへの航海は、今日の月旅行に匹敵するほどの難事業だった。ハトシェプスト王の同治9年、神アメンへの航海成功の祈願が残されており、そこに生きたままの甲の木をはじめとする宝物を持ち帰るとの決意が述べられている。実際、総裁殿の賛同からその甲と同じ種類と思われる。 木片が見つかっている。同じく第18王朝のトトメス3世の33年と38年や、アメンホテプ3世の時代にも、プントとの交易が行われている。プントとの交易は、エジプト第20王朝でも続けられている。エジプト第20王朝の時代、つまり、エジプト新王国の時代が終わると、プントとの交易は途絶えた。その後、プントは、 神話と伝説の国となり、非現実的な夢の国として語られるようになった。主要都市テーベ、コプトス、リクロはディハンマムアート。ダイハリス・パピルスには、エジプト第二十王朝の初期のオーラムセス三世の時代のプントへの旅程が記されている。それによると、コプトスまでは、ナイル川を使い、そこで輸入品を輸出品と積み替え、卸ろされた、輸出品は、 ロバと人力で陸路を、航海まで運ばれ、そこからプントまでは、船が使われた。航海を通ったことは、描かれた魚の種類からの推定である。陸路は、ワディハンママートなどである。ワディとは、彼川のことで、当時、砂漠を通る道として、よく利用されていた。2003年、テーベの南50キロメートルのチエルカブにある、 エジプト第17王朝時代の地方領主ソビナクト2の墓から見つかった文献には、エジプトとエルカブは、クシュと、その同盟国プントに、南部から攻撃されたとの説明が書かれている。クシュは、ナイル川の上流にある国で、今日のスーダンにあった。プントは、アフリカ東部にあったと説が有力である。根拠としては、ハトシェプストの遺跡に見られる。 プントの物産がアフリカ東部にはあり、アラビアにはないものが多いためである。例えば金、もつ薬、黒炭、象などが挙げられる。野生動物として、キリンヒヒ、カバ、ヒョウも描かれている。そのためもあり、ソマリア、ジブチ、エリトリア、スーダンなどに否定されている。現代の学者リチャード・パン・カーストは、古代エジプト人は、公海南部の沿岸を漠然と、 プントと呼んでいたが、金や造毛の産地として取り上げられることが多いことから見て、主に、アフリカ沿岸を指していたのだろうと述べている。ブリタニカ百科事典はプントについて、古代エジプト、ギリシア時代においての地方名で、航海及び、アデン湾の南岸、京のエリトリア、ソマリア、ジブチ沿岸であると説明している。考古学者の吉村作次は、 著書の中で、スーダン、エリトリアが有力としている。ただし、ディトリミークスは古代エジプトの文献に書かれている、周辺地域の状況から、プントはアラビア半島であるとの説をとっている。エジプト民族は時に、プントを神の国と呼んでいた。これは、プントがエジプトから見て太陽神の方角、すなわち東にあったことに由来する。また、プントからの交易品、 とりわけこうが主に寺院で使われたことにもよる。ただし、プントに限らず、エジプト東方のアジア、エジプト北東のレバノンなども、寺院の木材などがもたらされることから、神の国と呼ばれたこともある。古い文献には、神の土地とは、祖先の土地の意味であり、エジプト人は、プント方面からやってきたとする説明もある。例えば1970年のジョン・ホワイト、 1939年の WM フリンダー、1914年の EA ワニス、ブッジなどがある。ただし、この考えは、現在の主流ではない。ありがとうございます。